カスティオンの戦いは、百年戦争中の1453年7月17日に、フランス王国、ブルターニ公国とイングランド王国の間で行われた最後の戦いである。1450年4月15日のフォルミニーの戦いを勝ち抜いたフランス軍は勢いを買って8月に、北のノルマンディを完全に占領し、残るイングランド領は、南西部のギュエンヌだけとなっていた。 フランス軍は9月にギュイエンヌへ南下し、ベルジュラックを奪い、翌1451年5月に、デュノワ・ハクジャンド・デュノワとジャンビューローが率いるフランス軍が、ギュイエンヌの中心都市ボルドを包囲、交渉の末に6月に占領すると、8月20日に、南のバイオンヌも占拠して100年戦争も終結を迎えたように思われた。しかし、イングランド王家によって300年も統治されてきた。 ボルドーの市民たちは自分たちのことをイングランド人だと思っており、イングランド国王ヘンリー6世にこの地方を再び取り返すことを要望する施設を送った。1452年10月17日、シュルーズベリー・ハクジョン・タルボットはボルドー付近に3000人の武装兵を呼びいてと共に上陸した。フランスの守備隊はボルドーの市民たちによって追い出され、彼らは大喜びで、 イングランド人たちのために死の門を開けた。アキテーヌ南部のガスコーニュ地方の多くの町がボルドーの霊に倣ってイングランド人たちを受け入れた。ノルマンディーとブルターニュにもイングランド艦隊が迫り、ノルマンディーを占領統治していたアルティウルド・リッシュモン大元帥と、オイノブルターニュコーピエール2世が迎撃して上陸を防いだが、これらは陽動で時間稼ぎをしている間に、 ボルドーのイングランド軍は増援を得て強化された。冬の間、フランス国王シャルル7世は自分の兵隊を集め、作戦行動を取るべき季節に備えた。1453年の春がやってくると、シャルル7世はボルドーに向けて3つの軍隊にそれぞれ別の経路を取らせて送り出した。ロヤック元水ことアンドレ・ドラバルとジャンビューローが率いる1軍は、 ボルドー周辺地域を落とす作戦に出て、ボルドーから 50km ほど東に離れたカスティオンを包囲した。シュルーズベリー博はこの新たな問題に対応するために、新たに3000人の兵隊を本国から受け入れたが、その数はガス購入の境界まで何千人ものフランスの軍隊を押し返すには全く足りないものであった。フランス軍がカスティオンを包囲下に置くと、シュルーズベリーは、 町の守備隊長の要求を受け入れた当初の作戦を放棄し、この町を解放することに取り掛かった。ラバルビューローラは、シュルーズベリーを恐れ、自分の配下の7000人から1万人の兵士に、陣地を残壕と野来で囲うように命令し、300台の大砲を野来の隙間に並べた。数の上での優位を享受している、はずのフランス側にしては、恐ろしく防御的な編成であった。 彼らはカスティヨンを囲む一切の努力をしていなかった。シュルーズベリーは1453年7月17日にフランス側の陣地に近づいたが、それは1300人の機上兵からなる前衛部隊を伴った彼の軍隊の主力が到着する前であった。彼はフランスの野営地の前の森で同程度の規模のフランス側の自由いて、 弓の訓練をする代わりに租税を免除された自由民、民兵からなる部隊を撃破しており、自兵の士気を大いに向上させていた。最初の小競り合いから数時間後、カスティヨンの町からの伝令がシュルーズベリーの休憩中の軍隊に、フランス軍は総退却し、数百もの騎兵が要塞を捨てて逃げ出したと報告してきた。町の城壁のあたりから、粉塵が もうもうと巻き上がって遠ざかっているのが見えた。しかし逃げ出したのは来たるべき、戦闘の前に陣地を去るように命じられた、非戦闘員従軍者でしかなかった。シュルーズベリーは、すぐさま配下の兵士たちを再編成すると、フランス軍の陣地に向けて進撃したが、完全武装した、数千の急兵と数百の訪問によって防御、されているホルヨを目の当たりにした。 驚きはしたもののシュルーズベリーは昼まず、フランス軍に対して突撃の合図を出した。シュルーズベリーは、この戦闘には直接参加できなかったが、彼は直前の戦いで捕虜になっており、捕虜先生をして仮釈放されており、武器を取って、フランス人と戦うことができなかったのである。イングランドの軍隊は、フランスの陣地に突撃したが、残豪を超えても、 雨あられと降ってくるややふとや、猛烈な急砲や、大砲や消火器の攻撃を食らった。集中砲火が行えた理由は、残豪のおかげであるが、偶然かつての消火線の川床を利用していたので、両方備えた、防御陣の外見になっていた。一旦戦闘が始まると、シュルーズベリーは主だったメシ使いからなる何人かの、兵隊の増援を受け取ったが、一時間後、 ブルターニュコーピエール2世により派遣された、ブルターニュ軍の騎兵が到着し、イングランド軍の右側面をついた。イングランド軍は敗走しすぐに、フランス軍の主力によって追撃され、シュルーズベリーは、息子のリールシャクジョンタルボットと共に戦死した。この大改装の最中、シュルーズベリーの馬は、大砲の砲弾によって殺され、その馬の下敷きになった。ある自由一手が、 彼がシュルーズベリーであることに気づき、長名で彼を殺すまでその状態であった。フランス軍は勢いに乗り、ボルドーを10月19日に落とし、牛エンヌ平定を果たしたことで百年戦争は、フランスの勝利に終わった。一方、イングランドでは敗戦後に、ヘンリー6世が、精神作乱を起こしたため、それをきっかけに、側近のサマセット港へドムンドボーフォートと王族の、ヨーク港、 リチャード・プランタジネットが戦争を繰り広げ、周囲も巻き込んで2年後の1455年に、バラ戦争が勃発、イングランドは30年にわたる内戦状態に陥った。エチュベリー、P290、P293、ホール、P183、P184、ヒグチ、P173、P175、佐藤、P158、P159、エチュベリー、 P293 ホール P184P185 ヒ口、P175 佐藤 P159 エチュベリー P293 ホール P185P186 ヒ口、P175P177 佐藤 P159 ありがとうございます